奥田博士は、日本の実業家。豊田自動車社長、同社会長、日本経営者団体連盟会長、日本経済団体連合会会長、内閣特別顧問、日本郵政取締役兼指名委員長兼、報酬委員長、国際協力銀行総裁、豊田財団会長等を歴任。君党は朝日大受賞、三重県津市出身、三重県立津高等学校、 松坂北高等学校を経て、1955年に、一橋大学小学部を卒業。奥田勤は実定。幼少時は、祖父や父が、三重県最大の証券会社、奥田証券を営んでおり裕福だった。慶応義塾大学経済学部出身の父は、恩和だったが、祖父は、気性が荒く、足足に別邸を構えた、相場師だったことから、 ギャンブル好きのヒロシの性格について、両親は祖父の血を引き継いだと考えていたという。第二次世界大戦の日本本土空襲により、実家が全焼。祖母が住んでいた伊南郡伊沢村上田孤児に疎開。全財産を失い、戦後も祖母の家の近くで、七人、兄弟、九人家族で、狭い借家に住むこととなった。家業の奥田証券も破綻し、 債務超過のため相続放棄を余儀なくされ、高校の授業にも出席せず、修学旅行にも参加できず、一人大学、受験勉強をして孤独に過ごした。後年、東京証券取引所役員を務め、当時大阪証券取引所の役員を務めていた、弟の奥田務と合併により誕生した日本取引所グループの役員会であった際には、 祖父と父が見たら、喜ぶやろねと語り合ったという。柔和な表情が多く、地位にこだわらないひ々とした印象を持たれることが多いものの、幼い頃から競争心の強い、負けず嫌いな性格で、経済的な困窮生活を送った経験から、いつか見返してやりたいという気を持ち、会社での栄達を望んだという。また180センチメートルの長身で12歳から柔道を始め、 大学でも柔道部に所属。在学中に柔道4段を取得し、1952年の東京都国公立大学ジュニア選手権リーグ戦では、1チーム5名の点取り試合方式でチーム優勝した。大学柔道部で1年後輩だった高橋博史は、奥田の性格について、気さくな性格だったが、眠り教師郎のような雰囲気の物の静かな人柄で、 徒党を組むタイプではなかったと評する。趣味は、ギャンブルやカラオケ、読書で山本周五郎などの歴史小説や古典を好む。カラオケ仲間には、加藤光一などがいる。1955年に大学を卒業し、不景気による就職難の折、知人の紹介で、トヨタ自動車販売株式会社に入社し、経理畑を歩む。上司と何度も論争するなど、 歯に衣着せぬ性格だったが、入社3年目で総勘定元町の管理を任されるようになった。この総勘定元町をもとに、上司や役員の不明瞭な取引を直接問い詰めたため、聖域だ。との評判が立つようになる。また、ギャンブルを好み、独身寮時代は、競馬で大負けし、血を吐くような思いをした。という。なお、後年には、 日本中央競馬会経営委員長を務めた。気まじめな経理部部員が多い中で、麻雀や飲酒を行っていたことから、同僚から浮き、歯に衣着せぬ言動から上司ともぶつかり、17年間経理を担当して仕事に飽きてきたこともあり、東南アジアでのエンジン開発事業への移動を希望し、1972年秋から6年半、マニラ駐在委員事務所に赴任する。ここで、 奥田はフィリピンの聖書で現地でトヨタ社の組み立て、販売を独占するデルタモーターの社長リカルド C シ,シルベリオからトヨタへの延滞金を取り立てる任務に就く。肩書きは経理アドバイザー。これは困難な任務であり、またマニラには日本人技術者が二人いるだけであり、事実上の左遷であったが、奥田は当時のマルコス大統領らとのコネクションを生かし、 身の金の回収に成功した。当時、マニラには、豊田昭一郎の娘婿、藤本進が、大蔵省からアジア開発銀行に出向してきており、奥田は昭一郎が、孫の顔を見に来るたびに同行し、この頃から昭一郎と奥田の関係が始まった。また、マニラを訪れた、豊田栄治にも直接対応する機会を得た。奥田から、 マルコス大統領のマラカニアン宮殿などにも案内された小一郎は奥田の才能を認めマニラでこんな奴がくすぶっているのか本社の人事は何をしているんだとまで言ったという1979年に郷阿武町に昇格し帰国1982年に取締役就任85年にはアメリカ進出のための用地選定を任され当時会長だった 豊田栄治から北米事業準備室副室長に指名される。全米からの応募の中から各知事との交渉にあたり、最終的にケンタッキー州工場の誘致に至る。1987年に常務取締役、1988年に専務取締役、1992年に取締役副社長となり、1995年の日米自動車協議では、 中日アメリカ合衆国大使館やアメリカ合衆国通商代表部関係者と連絡を取り合うなど日米貿易摩擦問題に当たった。1995年8月に28年ぶりに豊田家出身以外で代表取締役社長に就任した。社長時代にはそれまでどちらかといえば良い意味で保守的だった豊田を改革したと言われている。奥田は例えば世界に先駆けて ハイブリッドカー、プリウスをトップダウンによる判断で発売したことや、東富士研究所に直接訪れ、それまでトヨタが経営していた、会一への参戦を指示したこと、社長就任直後に、ダイハツ工業の連結し会社化を断行したり、就任翌年の1996年には、常務以上の役員19名のうち17名を、総入れ替えしたことなどである。1997年には、 社長直轄組織の VVC を設立、金義書の決済速度の速さも有名だった。奥田時代、当時国内販売で落ち込んでいたシェアを3年がかりで40%台まで回復させるなど、奥田の時代からトヨタは攻めの姿勢に転じて躍進を遂げ、現在の世界第一位の自動車メーカーの座を手にした。このことから彼の経営手腕は、 一般的に高く評価されており、ハウツー本が出版されたり他のメーカーの中には、彼の改革を手本にする企業まで出てきた。1997年には、米ビジネスウィーク誌で、世界最優秀経営者の一人に選出され、イエール大学に講演で招かれるなどした。奥田の初改革には常に、後ろ盾として、豊田翔一郎の姿があり、奥田も豊田本家の翔一郎を、 求心力として、旗印にし、常に、豊田家を立てつつ、改革を進めた。その一方で、スポーツタイプの車種を全廃した、戦略、モータースポーツを広告として捉えるやり方への批判、従業員に、過度のサービス残業を敷いて、労働基準監督署の査察をたびたび受ける事態を、招いたり、業績向上にもかかわらず外国人労働者や、 非正規雇用の確保で賃金の抑制を行ったり、世界第一位の自動車メーカーになることを目標に、安易な拡大路線に走り品質管理を怠ったことが、2010年のトヨタの大量リコールにつながったとする指摘もあるなど、彼の経営姿勢を批判する声も極めて多く、改革への評価と表裏一体である。2005年11月21日、日露ビジネスフォーラムにて、 ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンと1999年6月、次期社長に副社長だった、長藤を指名して、代表取締役会長就任。また1998年には、社団法人日本経営者、団体連盟会長就任。その後2006年まで社団法人日本経済、団体連合会会長を務め、8年にわたって、財界トップの座にあったほか、 歴代内閣で経済財政諮問会議や各種審議会、有識者会議の委員を数多く務め、多数の企業の役員に名を連ねるなど政財界に大きな影響力を誇った。その評価は企業方変様々である。他に2001年株式会社東京証券取引所取締役就任、2002年株式会社 UFJ ホールディングス取締役就任、 株式会社、楽天野球団経営諮問委員会委員、KDDI 株式会社監査役、取締役、株式会社トヨタ自動食器監査役、党は武道産株式会社取締役、中京ゴルフクラブ株式会社理事、株式会社トヨタ中央研究所取締役、株式会社、電装取締役、株式会社、グレースヒルズカントリークラブ理事等も務める。 2008年5月26日、地球温暖化問題に関する懇談会の会合にて、内閣総理大臣、福田康夫らと2006年トヨタ自動車会長及び、経団連会長退任とともに、経営の第一線から退く意向を示したが、社内の意向により、同社取締役相談役に就任。その後2007年、福田康夫内閣で、内閣特別顧問に就任。 総理特使として、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、バーレーン、クウェート、オマーン等に派遣され、各国首脳と会談を行った。2008年、麻生内閣発足に伴い内閣特別、顧問退任。同年、社会保障国民会議員及び、各種年金問題を受け、社会保険庁を廃止し新たに、日本年金機構を設立するために設けられた。 日本年金機構設立委員会の委員長に就任。2009年に同委員会は機構への採用を希望した社会保険庁職員11,118人のうち9,971人を内定した。2009年に取締役名誉会長だった豊田翔一郎と共に豊田自動車の取締役を退任し、一人締役の相談役に退いた。 2012年4月、国際協力銀行総裁への就任に伴い、相談役を退任した。民主党政調会長代行、戦国義人から勝又恒久会長の後任として、東京電力会長就任の打診を受け、受諾する方針だったが、トヨタ自動車の経営陣から、2011年の福島、第一原子力発電所事故で避難を浴びている。 東京電力の会長に就任することで、トヨタ自動車製品へのボイコットにつながる懸念が、示され、辞退した。2002年第1次小泉第1次改造内閣の、片山虎之介総務大臣より、日本郵政公社設立委員に任命され、座長に就任。中期経営目標や、経営計画の協議、決定に携わる。翌2003年に発足した日本郵政公社では、 一旦理事に内定するも辞退し、代わりに同じ自動車業界から総国無礼日本自動車工業会会長が理事に就任。その後2005年に日本郵政株式会社の社外取締役に就任し、指名委員会委員や報酬委員会委員長も務めた。2009年日本郵政の官補の宿売却問題では日本郵政取締役の選会人の認可権を 有する、鳩山国を総務大臣が、西川義文日本郵政社長の続投に、反対していたところ、2009年5月18日、指名委員会で、奥田は西川続投を支持し、同委員会も、鳩山の意向に反して、西川社長の留任を内容とする、株主総会提出議案を決定した。当時の指名委員会構成員は奥田及び、牛尾二郎、西川義文。 高木正吉、庭うみちろの5人であった。この決定につき、桜井正光経済同友会代表幹事が、指名委員会の決定を尊重すべきだと述べるなど、財界からは支持する意見が出た。一方、鳩山総務大臣は、西川社長の続投はないとの見解を改めて示した後、総務大臣を辞任した。2009年10月、 第45回衆議院議員総選挙を受け発足した鳩山幸男内閣下で開催された臨時株主総会で取締役に留任し指名委員会委員長及び報酬委員会委員長に選定された岡田克也副総理及び安住敦史財務大臣から要請を受け2012年3月30日に開催された株式会社国際協力銀行創立総会で 取締役に選任されるとともに国際協力銀行代表取締役総裁に内定する会社設立に伴い4月1日総裁に就任した同日付でトヨタ自動車相談役を退任総裁就任後の会見で日本の政治経済は世界の変化に2週も3週も遅れた体力があるうちに国のために貢献したいと述べた また渡辺広司副総裁との関係については、仕事の丸投げはしない。とした。2013年12月26日に退任し、2014年1月1日付で、トヨタ自動車相談役に復帰した。公益財団法人、トヨタ財団会長等も務める。2018年6月に、トヨタ自動車相談役を退任した。2000年に、 犯罪被害者の権利確立を目指す全国犯罪被害者の会代表幹事を務めていた岡村伊佐弁護士が文芸春秋に寄稿した私は見た犯罪被害者の地獄へを読み感銘を受けた石原慎太郎、瀬戸内寂聴及び奥田ら4人が代表発起人となり犯罪被害者の会を支援するフォーラムが設立された同フォーラムは全国犯罪被害者の会へ 経済的支援を行い、2004年犯罪被害者等、基本法の成立、2007年の刑事訴訟法改正による被害者参加制度創設、2008年の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律改正、控訴事項廃止の実現などに尽力した。2002年12月19日、北京市内の長魚大芸品館で開かれた、 日中国交正常化30周年記念シンポジウムで講演、北京と上海を結ぶ中国の高速鉄道計画に、新幹線の車両や機器だけでなく、建設や運営管理を含めシステム全体の技術移転に協力する用意がある。新幹線方式導入は、建設素材、土木技術など幅広い分野に、経済波及効果をもたらすと主張した。韓国との FTA 締結が、 日本経済復活の鍵になると提言し政財界に働きかけた。2004年当時、韓国のテレビドラマの日本でのヒットに目をつけ、韓流という形でテレビをはじめとする多くの報道機関で取り上げることを指示した。経団連企業の多くが様々な広告に出資するスポンサーであるため、当時経団連会長の奥田の案は力を持った。2011年に至っても FTA は、 締結されていない。奥田は2005年8月8日の郵政解散当日に小泉首相と会談し、その後者として自民党を全面支援した。トヨタは従来伝統的にトヨタ老祖が労使一体となって民社党、民主党、民社協会に組織内候補を送り込んで支持してきたことなどから自民党とは一定の距離を置いていたが、 国田は姿勢を転換し、グループ企業を含めた役員クラスを自民候補の支援に動員した。日本会社や中部電力、東芝など他社もこれに習った。豊田本社がある愛知県では自民党が躍進し、民社党以来の流れを組む民主党の絶対優勢は崩れた。党を歴任。ありがとうございます。